原寿太郎公田んぼスタンプラリーが10月1日から始まり、市民や観光客などが参加しました。これは小村寿太郎公没後100周年記念事業の一つで、オープニングには帯保育園の和太鼓演奏や太平踊りの披露などがありました。そして小村寿太郎公のそっくりさんやあゆみちゃんも登場です。生まれてから156歳になりまして、一応100年前に死んだことになっておりますけれども、一生懸命帯の観光のために頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。スタンプラリーは小村寿太郎公にゆかりのある新徳堂や小村寿太郎公生家など6カ所を巡りスタンプを押します。4カ所集まれば記念品タオル、6カ所で記念品タオルとかりんとうがもらえます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。疲れた。そういう言い方はない。こっちへ永住しましたからね。だからやっぱり帯はいいところだなと思ってよ。スタンプラリーに参加できるのは帯城下町食べ歩き街歩きマップを購入した人で、10月1日から限定2000人が参加できます。